ジョブロック。えっ、次やればすまんな。ガチやねん。いよいよ3日目やねんけど、今戦場生活の今からいよいよ上陸っていうことで、南極にグループごとに上陸するみたいで、で俺はアルバトロスっていう名前のグループで、そこは日本人が固まってるグループらしくて、ええかんちゃんボートに乗り込んで上陸するみたいで、日本人の人も一気に12ぐらいあるから安心や。言語も俺のグループアルバトロスのメンバーが続々と乗り込んでいく。もし子供できたら子供にアルバトロスってつけろ。ユニは初めて行くような気分や。もしかして YouTuber ですか？ちょくちょく YouTuber。 3回目で。出港。全然寒い。3度ぐらいで出せるかな。顔だけども、南極半島の周りのまず離島、ここは入り江みたいになってて、あっちが扇形の嵐の時とかにこう入ってきても安全ですよっていう状況らしい。暑っ。全然暑い。全然暑いですね。5度以上ある。多分あると思うよ。ヒル以上かかるな。触っていいか。骨や。動物の骨や。すげえ。あの骨ですか。祖先の左手のこれ、これだいぶもう100年ぐらい前ですよ。なんでここで死ぬんですか。老衰で死ぬこともあれば、誰かに噛みつかれて死んじゃうこともあれば、病気になって死ぬこともあれば。よし、木が きれい。南極の空気って不純物が一切入ってないから、地球上で一番綺麗空って言われてるらしい。確かに。こうやって多分いろんな島回って南極半島も行ったりとかしてっていう感じの多分プランなんやと思う。比較的岩とか多くて歩きやすい。南極におるっていうのは信じられない。ここはまだこう離島やから、ちっちゃい離島やから、ほぼ石周りにこう雪山があって、雪山はちょっと今日は行ったらあかんって言われてるから、石山でちょっと景色を眺めるっていう感じなのかな。まだ実感全然ない。あったかいし、肌出せるし、みたいな。絶対支障ならへんみたいな、不純物ないからって言うけど、確かに分からんでもない。ここはいっちゃん先かな。こういう感じだ。多分ツアーの参加者の8割方が思ってることで、今ちょっとこの端っこ来たから言っている。ここ南極、南極っぽくないな。こっからなんかステップアップしていくのかな。この島はもう俺の中でも終わりかな。南極レベルで言うと2やな。2、南極じゃない、ここは何やな。南の島よ、南東。次はどこかな。あっちか。次は島に上陸。へえ。はい、次の島に着いたわけやけども、早速南極らしいところを映せると思う。なぜかというと今目の前に見えてるのはこちら、ペンギン。おお、ペンギンの大群や、群れがおる。すげえ、5メートル以上近づいたらあかんらしい。すげえ、めっちゃおる、めっちゃおる。え、全部そう。
すげえ。全部ペンギンこれ。え、あれも全部。お、これはやばいかも。これ全部そう。めっちゃ近い。めっちゃ近い。近づいて。すごい可愛い。めっちゃ可愛い。匂い匂い。あ、めっちゃ匂いする。何の匂いやこれ。めっちゃ匂いする。全部ペンギン。100匹とか入れてるじゃないですか。ペンギン初めて見た。こんなもん。この距離この距離。めちゃくちゃこれ。お、来た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 。近く来た。俺近づいてきよう。あかんあかんあかん。ほら。そんなに。買いすぎ、買えるわ。こっちの場合、おびただしい数のペンギン。全部そう、これ。上の方も全部。逆にキモい。下に卵があって、それを守ってるって状況になるな。なにこれ。おい、すげえ、なにこれ。鳥が死んでる。違う生物発見。ペンギンの横にアザラシがいた。このすまん、ペンギンがおったのがでかいな。南極感が上がったわ。まだでもその南極のこの大陸っていう半島の近くの離島みたいな感じだから、まあ、南極ではあんねんけど、この一帯はコンちゃんのとこは行ってないから、それが楽しみやな。これ近づいていって、近づいていってペンギンが見れてよかったなと。野生の感動した。南極半島の近くの諸島、離島のクリニッジ島周辺に行ってきて、今日はいよいよ南極半島の周りの生き物とかを持ってきています。南極半島の周辺に近いからちょっと寒さが増して、流氷とかも結構。到着だ。とうとう来たけど人多いな。南極半島が、どこ見ても白い雪しかない。夏やから海とかは結構流氷とかも少ないけど、気温グッと下がって、多分今マイナスかな、夏 2,3 ぐらいかなと。みんな顔を覆ってるけど、それ面倒くさいからこれぐらいやっていけるかなと。さっかい南極に来るなんて、
確かにマブシや。目焼けるって言った。南極におんねんな。こんな感じ。こんなんか撮りながら。あるかむずすぎやろ。スティックいるわみんなの。うわ。南極に来たってだけで考えしねえけど、他社で南極ならってそんなん来る思えへんやんか。1秒1秒が一生に1回しか見られへん。航空街来るってどころじゃないな。帰る時遠く行きたいなんて。航空街来るって繁華街の南部とか行ってたけど、ここまで来ちゃったか。すげえ。真っ白や。膝は余裕で埋まるわ。これもわかる。これ。なんかでかいの大丈夫感じの。こんな感じで足場。歩いてもいい場所にちょくちょくこう旗を立ててくれてんねん。その旗通りに行かない。こっち側とかちょっと外行ったりしたらもう落ちちゃうから。南極で死んだくはない。北極もあかん。南部やったらまだありかな。慣れてきた。目も慣れてきた。いけるなこれ。スティックもなしでいいけどな。楽しいな。人見てこんな感じ。ちなみにションベンもしたらあかんねん。だからおむつとか履いてる人もおるらしい。空気がめちゃくちゃ綺麗で不純物が入ってないっていうから、氷点下下回っても吐く息が白くなる。はい。よし。一回ジャンプしてみよう。ここにジャンプしてみよう。どうも。ここに立てよう。ここに結晶がもう細かい。南極の味がするわ。やっぱカメラマンのチンやもいわよ。噛み締めよ一人で来たぞと。ジョーブログの指導さん、南極来たやつはなかなか少ないんじゃん。更新していくぜ。今日は北極も行くし、多分気温の地も行くし、最後は宇宙やな。星になってくる。星になった上で生きてくる。帰ってくるわ。ちょっとそろそろ写真撮って、これインスタ映え。どこ撮ってもインスタ映え。ちょっと今あの写真並んでるんですけど、8m53 ってこれ。最後やった。初めて雪見た気分になったわ。よっしょ。